snowflakes are coming down, collapse into water when they hit the ground. I hear the sound of empty streets. Yesterday has gone to sleep. はい、皆さんこんにちは。こんにちは。今日はですね、はい、エコフローさんからご提供いただいたこちらのポータブル電源を紹介しようと思います。はい、ちょうどですね、うん、僕たちもキャンプとかね、頻繁に行くようになって、うん、電気がね必要だなっていう話をしてて、うん、これまでね、まあ、今までは、うん、マキタのねバッテリーでどうにかやりくりしてたんですよね。うん、スマホを充電したり、うん、カメラを充電したり、うん、まあ、それでもねやっぱり結構容量が少ないというか、うん、なんていうの、もうちょっと足りないなっていう感じはずっとしてて、うん、でそこでねポータブル電源まずっと検討はしてたんですよ。うん、でまあそういった中でですね、今回エコフロー社さんからこのようなお話が来て、まあ、ぜひやってみましょうかということで、はい、まあ、今回ねこのお話をお受けすることになりました。はい、今回紹介するのはこちらのエコフローリバーマックスというポータブル電源になります。はい、まあ、このポータブル電源はですね、うん、幕開けっていうクラウドファンディングサイトがあって、うん、まあ、そこでね結構有名になったポータブル電源らしくて、うん、まあ、それを経てですね2021年の、まあ、2月ら辺にですね、うん、正式に販売することになって、まあ、エコリバーシリーズといってですね、うん、いろんなパターンが出てるみたいです。はい、まあ、その中で、まあ、うちがご提供いただいたのは、うん、リバーマックスというね上と下が分離するタイプのものなんですよね。うんうん、まあ、そこも後でね詳しく紹介しようと思うんですけど、はい、まずですね、この、リバーシリーズのラインナップですね、うん、エコフローリバーっていう一番ちっちゃいサイズのポータブル電源ですね、うん、288W のポータブル電源です。うん、はい、でその次が今こいつの MAX ですね。うん、でそのもう一個大きいのがプロっていうサイズがあります。うん、でその上はプロとエクストラバッテリーの組み合わせで 1440W まで対応できるポータブル電源が一番、うん、はい、リバーシリーズの中では大きいものですね。はい、お次はですねこちらのリバーマックスですねの紹介をちょっと簡単にしようと思うんですけど、はい、リバーシリーズのね、うん、すごいところはですね1時間で 80% 充電できるらしいんですよ。うん、それすごいよね。うん、で、まあ、他のねポータブル電源とかは、うん、まあ、3、4時間とか5、6時間とか、うん、まあ、平気でかかる中ですね、うん、まあ、1時間でね 80% できるっていうその急速充電の技術っていうのは結構すごいと思うんですけど、うん、まあ、それってね意外にね意外にっていうかだいぶすごいと思うんですよね。うん、まあ、例えばだからほら今からじゃあ釣りに行こうかとかさ、うん、じゃあキャンプ行こうかって思い立ったらさ、うん、まあ、すぐ行きたいじゃん、うんうん、そういうのってさだよね。うんうん、だったらさ、まあ、ポータブル電源この間使ったまま電池が入ってないけどしまったねとかっていう中に、うん、まあ、こいつはさ、うん、1時間充電するともう 80% ら辺までいけるし、うん、フル充電だったら 1.6 時間でね、うん、充電できるんですよ。うんうん、
だからね、うん、行く準備をしてる間に充電できるっていうことだもんね。まあただね、そのいいことばかりじゃなくて、まあ、デメリットとしてはですね、800回までしか充放電できないっていう話らしいんですけど、うん、はい、800回ってどうなの？そう、だその800回っていうのはね、うん、ポータブル電源界隈の話で言うと少ない方らしいんですよ、うん、まあ普通はもう1000回2000回とか、まあ、みたいなんですけど、うん、まあ、こいつは800回、うん、でもね、比較をすると少ないように感じるんですけど、うん、まあ、僕らさ、YouTube で、うん、よくキャンプに行くでしょう、うん、で週に、まあ、例えばね毎週行ったとして、うん、週に5回使ったら、うん、まあ、年間60回なんですよね、うんうんうん、まあ、ポータブル電源を使用するんですけど、うん、まあ、単純計算でいくとね、うん、13年使えるんですよね、こいつ。あ、だよね、そう、800回って言うと13年、相当だよね、うん、だから13年って言うと、うん、なんだろう、もうその間に、うん、多分まだ新しいの出てると思うし、うん、そうだね、うん、別な規格のものとか、もう高容量で低価格のものとかあると思うし、うん、まあ、必要十分だと思うんですよね、うん、どっちかっていうとその 1.6 時間で満充電できるっていうメリットの方が、まあ、全然でかいんですよ、うん、でかい、うん、まあ、僕が思うにはね、うん、特にうちらのスタイルだと、うん、結構急にあそこ行くとかってなるから、うん、そうそう、そういうところではうちはそこがいいのかな、うん、なんですよ、うん、でまずキャンプとかさ、魚釣りだけじゃなくても、うん、ここの上だけ持っていければね、うん、例えば買い物にどっか行こうかっていう時とかね、うん、まあ、子供がさ、スマホをうち使うんだけど、うん、まあ、後ろの席とかでこれに繋いでればもう充電もできるし、うんうんうん、まあ、家電もね、簡単にポータブル冷蔵庫とかさ、うん、今あるじゃん、うん、ああいうのも車に乗せっぱなしでもさ、うん、いつでも冷たいもの飲めるから、うん、夏場なんか最高だね、うん、まあ、めちゃくちゃね、メリットあるんですよね、うん、こいつは。そうだね、そう、だから、まあ、僕たちもいろいろね、ポータブル電源調べてたんですけど、うん、まあね、今回このお話を受けて、うん、まあ、このね、MAX すごく好きになりました。はい、そしてね、すごい可愛い、うん、可愛いよね、可愛いよね、愛着があるよね、うん、はい、次にね、紹介するのは、はい、この MAX の特徴と言ってもいいんですけど、うん、エクストラバッテリーの、まあ、取り外しができるんですよね、うん、まあ、それはどういうことかっていうと、うん、アウトドアとかさ、うん、まあ、旅行だったり、まあ、キャンプ釣りだったりさ、うん、その用途に合わせてこの容量を変えれるっていうのがね、この MAX の、まあ、いいところなんですよ、うん、で今からですね、このエクストラバッテリーをちょっと取ってみようと思います。はい、はい、それではですね、はい、こっちの、まあ、後ろの方なんですけど、うん、ここにネジがあるでしょう。これを取るとバッテリーを外すことができます。はい、で取ってみますね、うん、こんな感じですね、はい、で緩めたらこの蓋を取ります。こうね、で蓋を取るとこの、うん、まあ、ネジをね先に外そうと思います。こんな感じで取れますね、うんうん、はい、こういう風になってます。はい、そしてこのように取れます。はいはい、簡単だよね、うん、そしてこれを外したらですね、うん、もともとついてたこのネジはね、うん、ちょっと長くて使えないんですよ、うん、これはこのエクストラバッテリー用のネジですね、はいはい、そしてこのようなプラスドライバーと短いネジが入ってますんで、うん、はい、これを使ってここの蓋をね、うん、こうやって復旧させると、うん、このちっちゃい状態で使うことができる。おお、本当だ、可愛くなったでしょ。コンパクトになった、うん、可愛くなった ね、うん、でこれが 288W の状態です。へー、だからもうちょっとだけしかさ、うん、スイッチとか、まあ、ゲーム機とか、はいはい、ああいうスマホしか充電してないっていう場合はもうこれでも十分なの、うん、いいね、そう、軽いし、すごいコンパクトになったわ。まあ、うちはね結構キャンプとかも、うん、がっつり使う方なんで、うん、エクストラバッテリーを常にねつけた状態で使いたいと思います、うん、はい、じゃそれではさっきの状態にまた戻しますね、はい、お次はですね、まあ、箱を開けるとこのようなね箱が入ってるんですけど、この中に付属品なんかが入ってます。このようなユーザーマニュアルと保証書、2年間の保証ですね。で先ほどのちっちゃくした時のネジとドライバー、エコフロー社さんからありがとうっていう手紙ですね。
あ、そうなんだ、うん、へー。ソーラーパネルをご自身で増設される場合の注意事項の紙も入ってます。で、次にこちらはあのシガーソケットから充電できるものですね。これいいよね。そういうのもついてんだ。そう、ついてんの、最初で。で、こちらはソーラーパネルですね。ソーラーパネルから充電する用の端子だと思います。家庭用コンセントから充電する用のケーブルになります。この、 あの DC ケーブルも入ってます。 DC-DC の端子ですね。はい、お次はこちらのね、あの正面のちょっと説明をしようと思います。まずはこの真ん中のボタンがですね、ポータブル電源のオンオフのスイッチになります。こんな感じでかっこよく起動してくれます。で、次にこちらがですね、あの LED ライトね、ローとハイと SOS のモールス信号です。で、ここの下があのスマホやね、あの家の Wi-Fi とつなげるスイッチ、うん、で、家の Wi-Fi とつなげることで、うん、ファームウェアをね、アップデートすることもできます。で、実際これもともとね、あの購入した時には、うん、ファームウェアがアップデートされてなくて、うん、購入して電源を入れて、うん、スマホとつなげたらね、うん、あのアップデートしますかっていうのが出てきて、うん、アップデートをしたんですよ、うんうん、で、そのアップデートする前はファンがずっと回りっぱなしとか、うん、そういうのがちょっとあったらしいんですけど、うん、そこら辺が改善されて、まあ、その本体の熱に応じてファンが回るようにね、アップデートされたり、うん、細かい調整がされてるみたいです。で、お次はここの USB-C100W ですね。あの MacBook Pro とかそういったものを充電できます。で、次に USB の A が 1,2,3 つで、これはあの急速充電の端子になります。で、こちらがですね、あの DC 用の差し込み口と、ほら、ここを開けるとこんな風にね、うんうん、これもいろいろ使い道あるかも。で、この DC の方もオンオフがありますね。このようにっていう感じです。で、次側面ですね。こちらがですね、あの冷却ファンになります。で、こっちの下の3つが AC のコンセントで、使う場合はですね、こちらの横のボタンを押します。で、今使うことができます。で、お次はこちらのね、あの本体を、ポータブル電源を充電する用の差し込みになります。入力側ですね、うん、入力側の端子になります。で、こうやって開けると、こちらのですね、あのディスプレイの紹介をしようと思います。で、まずこちらがあの充電している場合、放電している場合の残り時間が出ます。まあ、例えばあの IH とか使っていれば、うん、ここにね、あと何分使えますよとか、あ、そうなの、うん、電気毛布を使っていると、うん、まあ、何時間使えますよというのがここに出ます、はい、で、逆に充電をしている場合は、うん、あとここにどのぐらいで充電されますよとか、うん、そういうのが出てきます。で、次はね、この青のリングなんですけど、うん、これはね、あの残りの電池の残量を目視で確認することができて、うん、この中の数値がそ の, ざあの残量のパーセンテージになります。見やすいでしょ。うん、見やすい、分かりやすいね、うん、今ねですね、ここの上何も映ってないんですけど、うん、ここの上の方はね、あの警告用のインジゲーターというか、うん、アラームなんかがね、表示されるスペースになります。だからもしなんかね、本体が熱くなりすぎたり、うん、冷たくなりすぎたりしたら、ここにね、そういうアラームが、アイコンが出てきます。はいはい。で、あとこっちの横ですね、うん、で、上の方がインプットのワット数、うん、で、下の方がアウトプットのワット数が出ます、はい、
でここの下ですね、ここの下にもいろいろアイコンが出るんですけど、うん、今 Wi-Fi がちょっとついてるね、うん、ついてるついてる。でここの下の方はね、うん、例えばあのこの USB-C を使ってると、うん、USB-C を使ってますよとか、うん、まあ、ここを使ってるとどこを使ってるよみたいなのがアイコンで出てきます。そうなんだ。そう、あとこっち の, あの車のさシガーソケットの方を挿していると、うん、シガーソケットを使ってるよとかさ、うん、あなるほどね、うん、なんかこのディスプレイでねいろんな情報をまとめて見ることができます。はいはい。じゃあはい、それではですねこちら の, あのエコリバーマックスを使ってですね、はい、あのちょっとね IH とトースターオーブントースターを使って料理をしてみましょうか。はい、簡単だね。はい、はい、それでは始めましょう。はいはい、はい、いいですか。はい、はい、まずじゃあまず電源を入れて、入れてコンセントを挿します。はい、ちょっと曲がっちゃったけどでコーンを乗せます。やっこち見ながら乗せるめっちゃ見えてんだけど一応撮影してるからこれを焼いていきたいと思います。はい、いいですか。はい、じゃあまず5分ぐらい、うん、一応タイマーつける、うんうんうん、じゃあ5分ちょっとちょっとやってから前のでオーブンを回すとほらこちらのアウトプットの方がねあのワット数が上がります。だから今600ワットぐらい使ってる感じですね。あ、こっちも赤くなってきたよ、うん、このトースターは何ワットだったっけ。このトースターは1000ワットですの で今あのこっちの本体の X ブーストが効いた状態で600ワットで使えてる感じですね、うん、電圧を落としてこちらが動いてます。あ、ファンが回り出した。ここの横から排気ファンが。で、これが今までは回りっぱなしだったんだって。うん、最初だってさ、起動した時ずっと回りっぱなしだったもんね。待ってたよね。うん、で、この消費電力だと約今で39分使えるってことかな。あ、本当だ、ね、マヨネーズがプクプクなってきた。プクプクなってる。ほんわりなってきたかな。いっちゃん食べるね。はい、今で8分です。今の8分、はい、お結構ほんわりなってきたから、うん、ちょっと裏面を見てみていい、うん、あ、裏面いいよ、見えないかもね。あ、見える見える、ほら見えてる、はい、見える見える、こんな感じで、うん、今ちょうどいい具合にこんがりと焼けました、うん、おー、さっくりハクって音がしたよ。上手に焼けました。はい、いい、うん、で先ほどと同じように入れてね、はい、コンセントを差し込んで、じゃあお次は IH を使って簡単に野菜炒めを作っていきたいと思います。じゃあ電源を入れて加熱、はい、で一応このね IH ヒーター1400ワットなのね、うん、で X ブーストが効いてて、まあ、この間実験した時にはね200度までは上げれた。あ、そうなんだ、うん、ほら今ポータブル電源のこの画面を見てもらってるんですけど、うん、このインプットの方がさ600に行ったり8になったり13になったり結構上がったり下がったりするんですよね、うん、で IH が多分電気を送ったりさ送らなかったり加減をしてるのかさ、うん、あ、それで、うん、だと思う。電気が流れたり流れなかったり、まあ、それでも最大600ワットちょっとだね。エコフローリバーマックスの推奨は1200ワットまでなんですけど、うん、この X ブーストを使った状態でね、うん、でも1400ワットのも一応動いてます。あ、でも熱くはなってきてる、うん、暖かくはなってるんだけどさ、うん、その間に今で回ってる
元と違うとしたら。もうだいたい600ワットぐらいを推移してるね。ああでも残り 38%。 あ、家ってそこそこ電気食うな。ああ本当。うん、なかなか優秀だね。うん、時間はかかるけどね。うん、焼肉のタレ、焼肉屋さん、はい、ではいただきます。フライパンのままお皿に移さずに、アウトドアスタイルだ。そうそう、うん、うん、美味しい美味しい、変わらない。ちょっとあの防災の時とか、はい、このポータブル電源全然使えると思うんですけど、うん、まあ、あの僕らが住んでるここ鹿児島もね、うん、台風とか毎年来るんですよね、うん、はい、で毎年のように停電になるよ、はい、でまあ、そういう時はね、うん、あのめちゃくちゃ活躍してくれると思うんですけど、うん、まあ、どんな感じで使えるかっていうのをちょっと試してみようかなと思います、はい、で今回想定しているのは、うん、スマホ1台の充電と、まあ、GoPro の充電、うん、あと任天堂スイッチの充電ですね、はい、をちょっとしてみようかなと思います。で早速じゃあつないでいきましょうか、はい、でそれではね、あの僕のスマホ充電します。ここに挿しますね。でこういう風に今アウトプットでワット数が表示されます、はい、じゃあ次は GoPro、うん、え、一気にできるの？できるよ。最大10台まで同時に給電できます。すごい。そうなんだ。そう、 GoPro 挿しますね、はい、ほら、うん、今ついてるね、はい、で次は任天堂スイッチ、はい、を急速の方でガチャンと、あ、今ほらここ見えるかな、どこ、ここ、あ、雷マーク、そうそう、うんうんうん、はいはい、ね、うん、今充電されてますよ、はい、こんな感じで一気にいけます。すごー。なんならもうこっちのコンセントに挿してもまだ充電できる。これはすごいね、助かるね、うん、でここでほら MacBook Pro とかも充電できるでしょ、うん、持ってないけどね、100W だからさ、うん、すごいわこれ。すごいよね、うん、災害時とかほんといいよね、うん、じゃあはい、最後にねご紹介したいのはこちらのスマホとポータブル電源を Wi-Fi でつないだ遠隔操作ですね、はい、でこの LED ライトボタンとかね AC のあのボタンとか遠隔で操作できるんですよ、うん、でこっちがまあ分かりやすいんですけど LED ライトのスイッチを入れるとこのようにライトがつきます、はいはい、強弱 SOS ですね、うん、で、まあ、ここ見えるかな、ここなんかもここのボタンを入れるとこういうふうに入れれます。これ便利だよね。でその他ね、あの設定とかあと X ブーストもスマホでできて、うん、で東日本西日本周波数が違うと思うんですけど、うん、周波数もね選ぶことができます。ああそうなんだ。そうでバッテリーもね何パーセントまで充電できるとか設定できて、うん、あとはこのあのエコフローリバーマックスについてはねここに LED がついてるんですけど、うん、はい、ここのねあの軌道調整したりまあ、こういう風に暗くしたりね、うん、ほら今暗くなったでしょ、はいはいはい、めちゃめちゃ明るくしたりとか、うん、あとは あの色を変えたり、うん、こういう風にね、はいはい、であとはその光のパターンを変えたり、うん、このようにずっとつけたりとか、うん、こう流れる風にしたりとかね、はいはいはい、うん、ちょっとパーリーな感じにしたりとかレインボーね、うんうん、
こっちがレインボー。うん、ああそうなんだ。そうそうそう、パーリーなんだねさっきのは。ああそうそうそう、レインボーもパーリーだけどよりパーリーピーポーって感じでできるんですよ、うん、クリスマスバージョンでね、うん、よく YouTube なんかで他のレビューの方が言われてるのはね、うん、これを白にしてて、うん、常時点灯にすると、うん、あのキャンプなんかの夜の足元ライトにいいですよって。おなんか、あ、なるほどねと思った。そうだね、そう、なんかこれいいよね、うん、で、あとはここのね、システムとかで自動オフ設定とか、うん、あとここのね、このモニター、うん、ここの画面を何分ぐらいつけるとか、うん、で何分ぐらいつけるんで、ここの画面を何分ぐらいで消灯させるとかっていう設定もできます。あ、はいはい、で今僕は5分にしてますね、うん、であとその他ね、いろいろ温度の単位とか静音充電とか DC モード、ビープ音、あとファームウェアのアップデートもスマホから行うことができます。はい、それではですね、こちらのエコフローリバーマックスを、まあ、使用してみたんですけど、どうだったでしょうか。どうだったですか。よかった。すごいよかった。うん、すごいよかったっていうか、新感覚。新感覚だよね、うん。そう。今までなかったものだから、うちには。そうそうそう。やっぱり使うと、こんな便利なものがあるんだとかさ、うん、なんかね、うん、ちょっとこう、場所を変えて何かしたい時もさ、うん、火を使わないから、うん、さっき IH でしたみたいな感じでね、うん、料理をしたければ、うん、だから結構どこでもできるのかなって思います。そうそうそう。で、まあ、その車中泊の場合はさ、うん、最悪先ほどみたいなフライパンを使ったような肉料理とかはガスコンロでやったとして、うん、でもこっちだとさ、炊飯器ちっちゃいのあるじゃん。あ、あるね。ご飯を炊いたりするのさ、うん、あれだと容量ちっちゃいから、うん、まあ、炊飯はお米はこっちで炊いて、うん、料理はガスでみたいな、うんうん、そういう使い分けもね、いいんじゃないかなと思います、うん、はい。まあ、その他ね、先ほど災害を想定した充電もしてみたんですけど、まあ、災害時なんかもめちゃくちゃ便利なんで、うん、まあ、その備えとしてね、はい、であと1年間その満充電した状態とかで、うん、まあ、1年置いててもほとんど、うん、放電しないんで、うん、だからそれなんかもねすごくいいんですよね。すごい魅力、うん、だってもう使おうと思ったらパッて持っていけるじゃん。そうすぐさだよね、うん、だし、まあ、充電もね 1.6 時間で満充電、うん、で1時間で 80% まで充電できるんで、うん、もうめちゃくちゃおすすめです。はい、はい、それではですね、今回の動画が良かったらいいねと、またチャンネル登録の方よろしくお願いします。お願いします。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。バイバイ。You come